アドセンスの収益化審査が通過したら、まず最初にやることは、アドセンス広告設定です。はい、こんにちは、ハチノです。先日ですね、ブログのアドセンス審査、ね、申し込みしたんですけれども、確か2月のね、25日の18時くらいでしたかね。はい、申し込みしましたら、翌日の、まあ、17時っていうことで、丸24時間、25時間くらいですかね。で、審査が完了して、はい、見事に、はい、アドセンスの審査、通ったみたいです。ね。まあ、そうですね。YouTube はかなり苦労したんですけれども、ブログは、なんか、スムーズにいきましたね。ということで、早速ね、じゃあ、広告を設定していきたいと思うんですけれども、はい、じゃあね、この広告の設定に移動しますということで、はい。はい、そうしましたらね、アドセンスが立ち上がりましたと、はい、いうことで、はい、ここからね、また未知の世界なので手探りでやってきますけれども、まずはこれですかね、この自分の、ブログの方で、編集というところを押して、はい、で、これで、広告設定、ね、自動広告っていうところがある、あ、これ出ましたね、私のウェブサイトのプレビューが出てるので、これを自動でオンに、はい、してみましょうか。はい、そうするとね、こんな感じで自動で広告が入りましたと。で、こんな感じでね、アンカー広告も入りましたと。で、記事の中の、まあ、この辺に広告が入りますと、はい、いうことですね。で、記事の下にも広告が入ってと、はい、いう感じで、で、結構ですね、私もね、アドセンス設置するのに、いろいろ動画を調べたり、ウェブね、皆さんのブログを調べたりしたんですけども、どうやらね、自動広告、あまりやっぱりお勧めしてないみたいですね。で、理由はやっぱりね、意図したところに広告が貼られないと。結構ね、ここ重要なところなのに、こんなところに広告入れるなとか、あとこういうね、ついてくるアンカー広告とかも、邪魔だよというご意見もありますが、どうですかね、あえて、っていうか私結構めんどくさがりなので、っていうのと、結構ね、Google もやっぱり AI を使って最適化ということで、で、まあね、多分、いろんなフィードバックをしていかないと AI って成長しないので、みんながみんなね、手動でやっちゃうと、Google の AI 賢くならないのでっていうね、表向きの、はい、建前と本音はね、もうめんどくさいんで、もう自動でいいじゃんっていう、もう本当に怠けた考えで申し訳ないんですけども、はい。とりあえず、ね、まあ、時間が空いたら手動でやると。ね、忙しい人はまずはこの自動広告をオンにして、とりあえず様子を見るっていうのがいいんじゃないでしょうかということで、私もね、はい、これで、やってみたいと思います。で、確かね、広告設定されるのにね、大体1時間くらい様子を見てくださいということだったので、はい。ね、ちょっとこれで設置して様子見ましょうか。これがね、スマホの、プレビューで、こちらがパソコン画面ですかね。はい。パソコンで表示した場合は、ああ、そうですね。こういうところに入るんですね。このメニューのすぐ下に広告が入って、で、メイントピックスの下にまた広告が入ってみたいな。はい。で、こっちならの右の方にも広告が入ってみたいな。まあでもこれでいいんじゃないですかね。はいはいはい。なんか私は自動でもいいんじゃないかなという気もしないでもないですけれども、はい。で、この下の方にも広告が入ったり、この辺には入らないのか、さすがに。はい。入らないようなので。はい。じゃあね、とりあえずこれで様子見ましょうかね。はい。他のページも見れるのかな？ちょっとじゃあ、ページも見てみましょうかね。私的には、よいしょ。ちょっとこれ小さくならないのかな？ちょっと小さくしますね。こんな感じでいいですかね。はい。これで、じゃあ、最近の記事で言うと、どれがいいのかな？じゃあ、この記事で見てみますかね。はい。ん？記
きなり広告、これを閉じなきゃいけないのかな。あ、すごいですね。もうすでにこうね、AI が考えてるってことですね。あ、これすごいですね。うん、AI ってね、もう30年くらい前からね、もういろいろ、なんていうんですかね、開発されてきてるんですけれども、結構やっぱり歴史があって、ざっくりなんですけど、10年単位で AI の技術って進化していて、ね、はい。で、最近のここ10年くらいはもう、なんていうんですかね、ディープラーニングっていうね、言葉を聞いたことがあると思うんですけども、とにかくね、たくさんの情報を、詰め込んで解析させて学習させてっていうことで、はい、いろんなね、パターンを、あらゆるパターンをこう詰め込んで教え込んで、でその中で最適解を探すというね、のが、まあ、最近の AI の主流になってきているようです。で、本当にね、10年前まではね、AI の将棋とか AI の囲碁とか、ね、人間には勝てなかったんですけれども、もうね、コンピューターの方が上回りましたよね。これがだからディープラーニングという、ね、AI の学習方法を変えてから達成できたということでね。で、Google 翻訳とかもそうなんですけれども、昔ね、翻訳って本当に特に英語から日本語ってかなりね、訳が変だったりしたんですけれども、これもやっぱりディープラーニングのおかげで、何やってるかっていうと、いろんなその翻訳したものを、学習させて、こういうね、英語が来たら、この日本語訳が一番、なんだろう、こう、多く使われてるとか、まあそういうね、判断をすることで、なんていうんですかね、単にね、単語を、英語の単語を日本語に変換してくっつけただけじゃなくて、こうね、前後のつながりが良くなるように、ね、そういったパターンもいろんな組み合わせを探してきて、一番こうね、ナチュラルだろうと、ね、自然だろうというパターンを選んで、まあ、翻訳してるというのが最近の翻訳で、かなりね、翻訳も進化しましたよね。はい、ということでね、小話でちょっと時間をつないだんですけど、ちょっとプレビューが出ないので、はい、残念ですけれども、ちょっと固まっちゃったかな。はい。ちょっとね、これで様子を見たいと思います。ちなみに、実際のウェブサイト反映されてますかね。ちょっと見てみますかね。8-1、マルチインカム出てるかな。あ、YouTube が出ちゃうんですか。意外とブログが出ないんですよね。これかな。これですね。無料特典とか出てますね。無料特典でもいいか。はい。ちょっとこれ開いてみますね。はい。ちょっとトップページに行きまして。あ、まだ反映されてない感じですかね。はい。はい。じゃあね、反映されたらまたね、動画を撮ってみたいと思いますので、はい。これでね、まずは、はい。自動で、ね、様子を見たいと思います。で、それ以外は、関連コンテンツ。これもオンにしちゃえばいいのかな？対象サイトのみでご利用いただけます。これ何ですかね？関連コンテンツ。関連コンテンツ。関連コンテンツユニット。関連コンテンツ。ユニットを利用するには、サイトのトラフィック量とページ数の最低要件を満たしている必要があります。ああ、なるほど。わかりました。なんかね、そう。あ、でもオンにできるんだったら、オンにしとけばいいんじゃないですかね。はい。とりあえずオンにしときますか。はい。ね。あ、これを押さないとダメなのか。サイトに適用って押さないと、さっきの、あ、そうですね。もういいんじゃないですか。今すぐ適用で、はい。今すぐじゃあ適用で、はい。押してみます。あ、ここから、いや、適用を押してから1時間ですか。はい、わかりました。ということなので、はい、ね。じゃあ今、先ほどね、反映させたので、ここから1時間。
そうですね。はい。ここから1時間ちょっと待つ必要がありますと。はい。あ、そうですね。これはもう編集できない。あ、できますね。はい。で、広告のフォーマット、先ほど、はい。アンカー広告、ワイドスクリーン、広告読み込み。はい。で、これがね、広告の、何ですかね、まあ。たくさん出したければ右側に持ってって、ね、もうちょっと広告減らしたいよっていう人は左側に持ってきて、はい、ここもね、様子見ながらでいいと思うんで、まずはね、真ん中スタートでいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあですね、その他の機能。CCPA のプライバシーメッセージ。はい、ここはいいのかな?このままほっといて。はい。はい、こんな感じでいいのかな?はい。サイトごと、広告ユニットごと。はい。で、これがね、なんか最初は3種類しかなくて、で、アクセス数が増えてきたりすると、ここにね、もう2つくらいなんか増えるみたいなことを、ね、いろんな YouTuber さんとか動画、ブログでは書いてありますので、まあ、とりあえずはね、この3つの広告が今使えますよということになると思います。はい。ああ、これもオンにしとけばいいのかな?はい。ね。とりあえず最初は Google の AI に期待して全部ね、AI 任せで、はい、私はお願いしたいと思います。まあ、詳しい方はね、やっぱり手動で最適、自分が最適であろうと思うところに設置していただければいいんですけども、私みたいにね、あまりこう詳しくなかったり、あとはね、ちょっと忙しいよと。ね、そんなことに時間かけてるよりは、実際にね、動画作ったり、ブログ書いてる方に時間作った方がいいよと思う方はですね、はい、まあ自動でいいんじゃないかと思います。はい、ということでね、また、じゃあね、動き出したらまた動画で確認したいと思います。はい、まだね、反映されてないものですので、はい。